バイオセブン。おはようございます。しんのすけの弟子ペルペルです。本日は千葉県にありますウエスタン浦安駅前店様にてペルペルダブルパニック収録させていただきます。本日の日付が9月の2日靴の日ということで、靴といえばやっぱりサンダルを捨てたいんですけれども、今日は、バイオセブンバイオのせ目指して、心音調査やっていきたいと思います。こちらのウエスタン浦安駅前店さん、やっぱり北斗とカパネリとバイオシリーズが強い印象ということで、最近スマスロコーナーも、押しているので、その辺も注目しつつですね、今日は初期30ぐらいは、お見せしたいなと思っておりますので、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。はい、それではペルペルダブルパニックパチスロバイオハザード7レジェンドイービル新音調査行っていきたいと思います。よろしくお願いします。抽選が50分の10番ということで、かなりの良い番なんですけれども、そのね、第一候補、今日の、候補中はバイオ RE2 バイオ7ベンデッタイニシャル D カバネリっていう順番になったんですけども、バイオ RE2 は、全埋まりで、バイオ7、2台空いておりましたので左側を取りました。やっぱ朝からバイオ RE2 はちょっと難易度が高いです。静かに、お、いいね、アップ電話信用。今日最初のベッド信用は64ゲームです。この今あるバイオシリーズの中で一番ベッド信用の音がいいですね。やっぱりバイオ7のベッド信用の音はすごくいい。初打ちした時はかなりびっくりしてたんですけど、通常時で唯一音がでかい場面ですね、ベッド信用は。もうどこで起きるか分からなかったんで、当時はというか、あの初打ちした時はそれにビビりながらやってたんですけど、今はもう慣れてしまって、どこで来るかっていうのが大体分かるようになってきたんで、やっぱり慣れって怖いですね。今日は初心に帰りつつやっていこうかなと思います。今年の6月ぐらいからバイオ7打ったらもう2日に1回ぐらいは完走できるような流れになってきてます。現在もその流れは来てると思うんで、だイコールバイオの瀬がかなり近いんですよ、今この季節。だから今日なんですよ、今日なんです。そして209ゲーム、電話鳴るか、板電。さあこれはちょっとピンチです。さあ212、悪魔の212、セーフだね。217まで、あ、これは大丈夫そう。焦らないで、焦らないで。217、あ、一応ベッドシーンは発生してない。これでディナーいっちゃうとはっていう感じです。225、逆にこの辺で電話になったらイレギュラーベッドシーンを。227、この時点でディナーいったとしてもかなり熱いゲーム数。228、これはいかないか。っていうことは通常 B か C ですね、朝一は。で230、 OK、 これで A は否定されました。エブリンボイス1回目初当たりで流れました。1日3回以上確認できたら高設定かな説ありますんで、今は1回目。389ゲーム、通常 B での当選と予想します。総投資が8本、アイテムチャンス1枚。やるか。朝一一発目のクライマックスバトルで、その日の1日が決まると言っても過言ではないです。はい、赤、青い、青でもある。これはね 0.何%の世界です、レベル3は。ただここじゃない、 0.何%はここじゃない、レベル4です。
やー、3否定ないか。3否定から出るんは設定1、2の可能性が実践上高いです。712A 点最深部です。あと55ポイント貯めないといけない。704、あと30ゲームぐらいで告知なんで、あと50ポイント安心できないのがバイオセブン。投資が29本です。いやー増えないな。あ、ダメだ、ここで告知されちゃう。あるスロッターの日誌はここで告知されちゃうんで、955ポイントで終わりでした。さあ724ゲーム、総投資29本。いやバイオポイント、ディナー経由だったらワンチャンいけたかなっていうところなんですけども、惜しかった。これ通常 A で赤バレットてか初期バレット獲得してたら設定差あります。1000ポイントのところで霊薬は引いてないと思うんで、これは初期バレット通常 A で獲得したかなと思います。 A 点は突破して当たり前で、やっぱ5、6。さあ左リール中段クローバーで、大なあノーマル、オッケー、これがね気持ちいい。弱視いやー分岐点、紫、いやー見殺しさ。今日は遠いですよ。11時53分。午前中にクリスと握手できない日はちょっとね、苦戦しますよ。さあ、96ゲーム、天国の早いバージョンでした。総投資30本ぴったり。また荷殺しさ。今のところの、モード移行は BA 天国。戻り効率設定差ありますけれども、まあ、6でも全然 A は選ばれるんで、解析上 14% ぐらいですけども、意外と選ばれるんですよね。まあ、これはおそらくいつものバイオセブンかなと今のところ思っています。現在の予想設定は2とさせていただいております。させていただいておりますというか、結構自信のある2ですね今のところ。これで2否定の、クライマックスバトル終了画面のゾイが出てきた時がイレギュラーです。予想を覆しますんで。ただ設定6を打った時は3否定して、1否定して、2否定して、4、5、6角して6角してっていうパターンだったんで、ちょっとまだわからないですけれども、ファーストステージを突破できてないんで、霊薬引かないと。あ、当たりました。493ゲームでした。いやちょっとフェイク臭かったんですけども、行きましたね。4回目のクライマックスバトル、総投資が40本ぴったりです。赤だったら C、 あー C の可能性ある。
時刻は12時57分ということで、まだクリスと握手してません。でちょっと今日珍しい、今日ちょっと珍しい。5、今日は長い戦いになると思うんで、まだ弱い弱い、これはないな。レア役引くしかない。また3否定。さあ62ゲーム、さあクリスと握手してません。まだ直撃は引かなくていい、直撃は引かなくていい。直撃引いちゃうとクリスと握手できないんで、あとエピソード入れちゃうとクリスと握手できない。お来ました、 BGM 変化、天国です。いいね、5回目のクライマックスバトルいきましょう。2回目の隠しエブリンボイス、だいたい2回止まりなんですけど、1日打って3回聞くとおっていう感じですね。こう設定にちょっと期待できるところ。さあ94ゲーム天国当選です。総投手は40本、ちょっと本気出しましょう、そろそろ本気出しましょう。1、振動告知、レア役引かないとダメだな。紫フラッシュ、おお来たね、何も引いてない。まだ、もう2時過ぎております。14時16分クリスが待ってる、クリスが待ってる、クリスが待ってる。あーやっと、さあクリスとの最初の握手、ちょっと今日は長かったですけども、ブリインパクトを狙ってパネルフラッシュでいきます。ないか、まだか、今日はまだだな、今日はまだですね。あーちょっと長かったけど28、遅れて、クリス遅れて、シューティングアタック中もデカプッシュありますんで、いやこの出目は93、投資40本なんで完走すれば大逆転、全然いけます。いいね、ようやく、まだ始まってないですけども、4スルーの5回目で入ったんで、まあ遅くはないですね。7スルー8スルーはもう当たり前としてバイオ7打ってきたんで、今までこのぐらいはまだです、まだ全然。
外れ、赤チャンス、赤いやつ、緑のやつ、シャッター、でここから赤い煽り、あーなんか引いてる、スイカマシンガンで2ゲーム目で、次でレバーオン回転で演出なければ赤ステージアップ、激の子、これがデフォルトバージョン、ちょっと弱いなあ、ちょっと強いなあ。さあ最近結構ワイルドファイ早いん早いんですよ、早い、 OK 行きましょう、パネルショートを狙って、ここで引きたかったね、さっきの弱者スベアを、スペシャルチャンスやりますか、バイオ乗せチャンス、右リール中段にクロバーで強チェリー、いや弱チェか、あえての弱チェですね、クリス、あデカプッシュ欲しかったな、中か、ずらしてずらして、もっとずらして、あー弱い、80のせ、まだずれてないと思うんですよね、これで180ゲーム消化予定なんで、あと100ゲーム、スペシャルチャンスと同時にパネルショートでデカプッシュで完璧だったんですけども、ちょっとさっきのはスペシャルチャンスの一番下のレベルですね、演出的には、ただ近づいてます、近づいてる、これで800枚ぐらいマイナスですからね、現在はこれで奇跡の 0.39% ぐらいのノラ・エブリン・インパクト、 AT 終了時、デフォルト画面1173枚、オッケーです、3回目ですね、各シェブリンボイス、ちょっと分からなくなってきた、94ゲーム天国当選です、持ちコイン、各シェブリンボイス3回はちょっと本当に設定差があるのかちょっと分からないですけども、今緑バレットだったんですけども、これはあの天国寺の初期バレットは獲得せずに、モール山中に強チェリー1000ポイントで貯めた強チェリー分の緑バレットです、今日2回目レベル3、こんな出ないですよ、 0. 何パーセントなんで、レベル4スタンダード告知、ここ突破できたらでかい、一気にプラス域までいける可能性もある、
ないか。なくはない。ボイスなし。なくはないけど外れてもしょうがない内容。ビジョンかかったら決まり。ないか。 OK。 492ゲーム、持ちコインです。ないか。レア役引かないと突破できないですね。4回目ですね、隠しエブリンボイス。自己初1日4回隠しエブリンボイスは。さあ443ゲーム、おそらく通常 C かなと思います。ウォッチコイン相当者40本のまま、下皿に500枚ぐらいあるかなというところで赤 OK。 おそらく通常 C です。まだ早い。ブルーだね。5、6、ここ決めて完走でフィナーレ。違う、ここを決めて突入ジェブリインパクトで金7初期30でバイオ乗せ、そして完走でフィナーレ。これは OK でしょう。さあ2回目の AT 行くか。こ1指定か。ない。これで1、3否定なんで、やっぱり2が濃厚になりましたね。ルーカスも2回出てて2殺しさ、2で間違いないんじゃないかなと。ただ隠しエブリンボイスが4回来たっていうのはイレギュラーというか人生初ですね。もう1回やりましょう。というかあと1回 AT やりたいですね。最低でもあと1回 AT。 隠しエブリンボイス5回目、自己新記録更新中です。さあ395ゲーム通常 B です。総投資が41本、396ゲーム。アイテムチャンスは1枚。オッケー。今日ラストチャンスが来てないです。レベルは1、ラストチャンスが来ない。クロモア、いやレア役引かないと突破できないやつだ。さあ751ゲーム A 点最深部です。752、総投手が56本、2回目の AT をかけてバイオのせチャンス。オープンか。今日はラストチャンスがない。4、5、
A 点は突破して当たり前。弱い。いやー違うか、弱チャンス目の可能性あるけど、あーグレネードランチャー2回連続右、おー贅沢です。この前に当たってたと思いますけれども、いやー、こじゃないね。いやー、引けない。 A 点は突破して当たり前。あと1ゲームあるね。紫フラッシュ、天国だけ見たいという気持ちもあるんで、天国だけ見ましょう。今日は10分の1ですね、突破率。いやー、やめらんないね。赤帯外れはやめらんないですよね。ついにですね、18時58分イレギュラーベッドシオンが登場しました。いやー、ここで来るか。突破したかったっちゃ突破したかったですけども、突入ジェーブルインパクト狙っていきましょうか。あれ違ったわ。でも226でしょ。いやでもこれずれてるよね。227でしょ。226でこのあと電話231でしょ。いや、全長は来てるはず。これだよ、イレギュラー中のイレギュラーでした。239でしょ。いや、これはね、
あのディナー最大ゲーム数は230なんですよ。で今239、イラグラベッドシオンかと思ったらフェイクの電話だった。これはね初めての体験、これは直撃でいいと思います。240ディナーイレギュラー、いやーこれはちょっと初体験ですよ。イレギュラーベッドシオンかと思ったら違う電話だった。いやー誰も予想できなかった。ボイスなし。今回のミソポイントとしてはここだね。これ100ゲーム前半で赤帯で外れているところが今回のミソポイントでした。さあ突入ジェーブルインパクト狙っていきます。262ゲーム、総投資が60本ぴったり。ないかこれは。いい H の直撃の仕方でした。ちょっと惑わされましたね。ああちょっと弱いな。30ないかで40。いや、いかないか。クリス遅れて。80スタート。さあラスト AT です。1041枚です。終わります。またなってるぞ。はい、お疲れ様でした。ただいまの時刻が20時8分ということで、今日は最後の最後にまさかの人生初のイレギュラーベッドシオンかと思ったらイレギュラーディナーで直撃という、結果になりました。投資の方が2760枚、60本ぴったりですね。回収が1064枚ということで、サマイ数がマイナスの1696枚ということで、まあそんなにマイナスではないかなというところで、 AT は合計で2回ですね、クライマックスバトルを通したのは、10回中1回ということで、はい、予想設定の方なんですけども 1-3 否定して、まあ、あの結果なんで、まあ、2かなと思います。直撃したんですけども、まあ、2と予想させていただきます。隣のバイオ7は直撃2回ですね。バイオ RE2 の方が、真ん中が7000枚オーバーです。ちょっとフィギュアの方わかんないですけど、でお隣さんが、4、5、6画3000枚くらい、あとはカバネリから4、5、6画イニシャル D が2台並びで、かなり挙動がいいと、右の方は朝から、まだ、粘られているので、おそらくあるのかなと思います。スマスローバイオハザードベンデッタは、3以上が、4台ということで、まあ、今日の、締めの一言はやっぱりバイオセブンです。最後までご視聴ありがとうございました。